東海道53次の旅、日本橋、品川、川崎と巡り、今回は神奈川宿です。京急東神奈川駅から始めます。駅を出てすぐ、金蔵院です。平安末期に作られた古刹、境内にはお手織梅という梅の木があり、かつては1年に1度この梅の一枝を江戸城に献上していたそうです。東海道の表記がないですが、松が生えてるので、ここが東海道かと思います。神奈川宿入りました。神奈川宿、大の径、左手に海、右手に東海道を描いた神奈川宿の様子です。大の径とは高台のことです。この構図、どこかで見たことがありますね。品川宿の絵と構図が同じです。左が品川、右が神奈川です。神奈川は家が上の方まで続いていて、品川は平坦な道だったのが、神奈川は坂道になっているのがわかります。海の先に見えるのが本木、手前の2つ重なったところが野毛だそうです。坂にはお茶屋さんが並んでいて、強引に客引きをしている様子が描かれています。店に入ると海を眺めながら食事ができるようになってますね。茶屋の入り口には提灯が並んでます。東海道の街散歩続けましょう。金蔵院と以前は同じ敷地内にあった熊野神社。こちらも平安末期に創設された神社です。神社の裏手に樹齢400年以上の大銀杏があるそうです。神奈川宿の大火や横浜大空襲での火災に見舞われながら、朽ちることなく毎年銀杏を実らせ、葉を黄金色に染めることから火伏せの銀杏と呼ばれているそうです。今もたくさん銀杏がなってます。熊野神社の狛犬が珍しいそうなので見てみましょう。あ、子犬がいますね。かわいい。お家でお留守番してるベルちゃん、思い出しちゃいます。お利口にしてるかな。さて、おそらく東海道、松が生えてる道を歩きます。考察がありました。やはりここが東海道でしたね。考えたら歩道のタイルが特別で電柱もなかったですね。東海道って書いてくれたらいいのに。さて、考察とは掲示板のようなものです。宿場に入るときにお知らせや決まり事などが記されていました。子供たちの声が聞こえます。地区センターがありました。ちょっと寄ってみましょう。神奈川宿の模型がありました。下にせり出しているのが砲台場です。横浜港防衛のために価値回収が設計し、横浜港開港の翌年、着工わずか1年で完成しました。ここが現在地。この海の中に記されている場所が現在の横浜駅です。あれ、この坂道どこでしょうか。後ほど答え合わせしましょう。地区センターを出てすぐ、今度は成仏寺です。開港時ヘボン式ローマ字で知られる宣教師ヘボン博士の宿舎であった寺です。開港後、多くの外国人はこのように寺に宿泊していたそうです。京急線と JR の線路に挟まれた場所に別のお寺があります。
慶雲寺です。慶雲寺なのですが、浦島観世音浦島寺と書かれてますね。開港後はフランス領事館としても使われてたそうです。こちらにも慶雲寺浦島寺と書かれてます。あ、亀さん、ここは浦島伝説ゆかりのものが多数あることから浦島寺とも呼ばれています。長寿者も亀さん、竜宮城から浦島太郎が帰るとき、乙姫様から玉手箱と観世音像をいただきましたが、観世音像が大きかったためへたり込んだ場所が浦島太郎の両親の墓の前だったそうです。両親のお墓のそばにお堂を建て観世音を祀ったのがこのお寺の始まりとのことです。乙姫様の像と浦島太郎の像、真ん中に乙姫様からいただいた観世音像、観世音像は亀に乗ってます。この穴から覗くと見れますよ。浦島太郎と父浦島太夫の供養塔です。神奈川宿は観光案内所や東海道交流館がないので、慶雲寺で御宿番員を購入できます。 JR の線路を渡ります。このすぐ先は横浜駅です。こちらは大綱琴平神社一里塚跡です。日本橋から7つ目の一里塚、一里は4キロなので日本橋から28キロ。琴平神社の前の道路です。坂ですね。先ほどの地区センターの模型の坂道です。この坂道からの景色が歌川広重東海道53次神奈川宿大の径の場所です。坂道といっても緩やかな坂です。登っていきましょう。坂の頂上、少し手前に割烹があります。田中屋さん、1863年から現在まで続く神奈川宿唯一のお店です。広重の絵を覚えていますか？入り口に提灯が3つありますね。田中屋さんに観光案内板がありました。田中屋前身の桜屋という看板が広重の絵に描かれています。そしてこの田中屋で坂本龍馬の妻お龍さんが働いていました。英語が堪能で、
月金が引けたため、外国人の接待にとても人気があったそうです。田中屋さんでは神奈川宿御膳をいただけるそうです。ここで東海道から外れて田中屋さんの横の道を歩いていきます。茶屋から海を眺める作りになっていたので、おそらくここは海の中でしょうね。階段を降りて少し歩くと横浜駅です。地下街を歩きます。相鉄線乗り場を目指して歩きます。地下街に横浜の歴史が書かれてました。東海道の旅をするまで全く気がつかなかったです。何これ、明治の横浜駅の風景。大正時代の風景、埋め立てが進んで建物が増えてます。神奈川宿の東海道を歩いてきましたが、お寺がとても多く、お店屋さんが一軒もありませんでした。恒例の宿場の一品は今回はございません。横浜駅に美味しいものたくさんありますので、そちらでお気に入りの一品を探してみてくださいね。神奈川宿は普段電車からはよく目にする風景でしたが、実際歩いてみるといろいろな発見がありました。街を歩くのは楽しいですね。明治の地図、先ほど海に道が一本走っていたのが地図にも書かれてますね。これが横浜駅、びっくりします。大正、道一本だったところが広がってきてます。こちらが昭和。平成、一気に変わりました。みなとみらい地区が一気に増えました。これ、昔は今日、港に
相鉄線横浜駅です。本日はここまで。次回は相鉄線に乗って保土ヶ谷宿です。お楽しみに。